静かなる望遠の時間です。 F-35 ストブル戦闘機、利便性や可能性をチェック。その存在は計り知れないと。ステルス戦闘機とはどんなものか。F-35 にも ABC3 つあります。で、今回は B の特集です。余談ですが、 A と C は通常型、特殊な能力といえばステルス戦闘機というくらいです。しかし B タイプになるとまた違ってきます。独特な機能を併せ持っています。ハリアーの後継機として作られました。しかしハリアーよりもかっこいい、断然かっこいいです。F-35 ストブル機、これは短距離離陸、垂直着陸の略称です。英語で言うと忘れましたが、日本語では短距離離陸、垂直着陸機となります。実際これが F-35 なんですけど、短い距離で離陸できる、垂直着陸ができる、日本にとっても結構運用しやすい機体になります。出雲や加賀が甲板の改修が完了すると、ここへ艦載し任務が行えます。それと離島ですね。日本には離島がかなりあり、短い空港でも運用が可能です。
着陸はその場でできるし、離陸は最低でも168メートルあれば離陸できます。200あればもう余裕ですね。出雲加賀が248メートル200メートルですから、計算では日向伊勢も可能になってきます。独特なのが F35 にはリフトファンがついており、下後方に浮力をつけ、エンジンも下側を向きます。これにより離陸や着陸が可能になってきます。実際出雲で運用するときは出雲も進んでます。進みながら離陸し、着陸も横から入って着陸します。これも進んでますね。護衛艦が止まることはなく離着陸が可能。超特殊です。これは売れるとやっぱり考えますよね。ロッキード・マーチンもよく考えたと思います。それに加えてステルス性に優れている。このステルスに特徴があり、ただ単にこうハリアーのような機体ではやはり各国も買わないです。今後任務が多くなってくるだろう F35 のステルス性ですね、これが大事になってきます。今後ステルスでないと、ステルス戦闘機との戦闘になる、まあ追い込まれた時にやはり有利にはならないです。ステルス性がやはり一番優位に立ち、今現在世界でトップです。その機体を日本は42機購入予定。これからいろんな訓練や任務を行うと思いますが、一番の特徴はやはり護衛艦が動きながらも離陸や着陸ができる、止まることなく、もちろん小さな島でも運用できます。日本では出雲加賀
アメリカではワスプ、イギリスはエリザベス、すでにワスプとエリザベスはもう運用開始です。出雲がもうそろそろ改修に入るので2022年には完了するのではないでしょうか。F-35 が作り出したこの近未来的な戦闘機、これをもっと応用するなら F-3 計画に取り込んだ方がいいと考えます。シングルエンジンの F-35 ですが、これをツインエンジンにし、ストブル機を作り、そこまで F-3 計画に入れて、進めば、また日本の防衛力も上がってきます。F-3 を早く見てみたい、そんな気がしています。今日のご視聴ありがとうございました。